マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはそんなに食べてもいないのに、もう全然体重が落ちない。しかも最近体のむくみがひどくなったなんてことないですか？それはもしかしたら水分で太ってるのかもしれません。そこで今回の動画では全身のむくみを改善して体重を落とす方法がわかるんです。もしあなたが最近むくみがひどくって体重もどんどん増えてしまってお困りでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。腎臓を元気にして痩せる方法についてお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ腎機能が低下してしまうと太ってしまうのでしょうか、そのメカニズムと、2つ目、腎臓を元気にして痩せるお茶についてお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜ腎機能が低下すると、むくんで太ってしまうんでしょうかということですけれども、やはりですね、この腎機能ってすごく大事で、あなたのその体のね、体液のその巡りがありますよね。そういったものがその過剰になってしまって、結局もう全身パンパンにむくんでしまう、足元からむくんで、だんだんもうどうかしたらこう顔までむくみ出したという方いませんか？もうそれはかなりですね、腎臓の機能が低下していたり、もちろん腸の動きも悪くなってるんですよね。そういった形で、そういった腎臓とか腸の動きが悪いと水分代謝がうまくいかなくなってしまって、結果水分としてその体重が増えてしまっているということになるんですね。でまた負担をかけないようにすることということで、やっぱりね、腎機能、腎機能にかかわらず、やっぱり内臓に負担をかけるような食事をしていてはいけませんよね。そこで次の項目では、そういった形を改善するための具体的な食事をお伝えしていきたいと思います。では腎臓に負担をかけない食事法ということで、ポイント3つあります。まず1つ目は減塩ですね。ただしこれはですね、そのあまりにもですね、全くお塩を取らないっていうのも良くないんですね。腎臓に悪い塩っていうのは、精製した後の栄養価が全くないお塩のことを言います。もう安いお塩のことですよね。逆にビタミンやミネラルを含んでいる良質のお塩っていうのは、適量は取った方がいいですが、ここはしっかりですね、特にその人工透析とかご病気をお持ちの方は、ちゃんと主治医の先生に相談しましょう。そして2つ目、タンパク質の摂りすぎっていうのも腎臓に負担をかけます。そもそも腎臓はですね、余計な老廃物をそのろ過する臓器なんですよね。なので余ってしまったその過剰なタンパク質をろ過するのに使えてしまうわけです。何事もそうなんですけども、必要なんだけれども、どんなものも摂りすぎてしまうと負担になりますから、特にタンパク質を摂りすぎっていう方も腎臓に負担をかけてしまいますから、量に気をつけていきましょう。で3つ目、カロリーを抑えましょう。もうこれは分かりやすいですね。もう要するに食べ過ぎていれば、その分内臓に負担をかける、腎臓もしっかりです、腸だってそうなので、食べ過ぎには注意しましょうということですね。では2つ目の項目です。ここからはむくみを改善するためのその腎臓の機能をアップさせるお茶についてお伝えしていきたいと思います。先ほど項目1でお伝えした食事法も大事なんですけれども、なかなかお食事改善できないなっていう方は、ぜひこのお茶試しで飲んでみてくださいね。ナタ豆茶です。で腎機能を活性化するウレアーゼという成分が入ってますから、どんどんその老化作用ですね、活性化してくれる成分が入っていますよということ。そして脂肪の吸収を抑えてくれるサポニンも入っているので、これダイエット効果もプラスアルファ、むくみ改善プラス脂肪吸収も抑えてくれるということでね、いいことずくめなんですね。で3つ目、なんとですね、大豆の2倍もの食物繊維が入っているのがナタ豆になります。なのでやっぱりね、お腹の大掃除デトックス、腸もすごく大事ですよ。しっかりと腸も健康にしてあげることで、ダイエット効果高めていきましょう。そして腸もね、水分代謝を司っている臓器ですから、腸とこの腎臓ダブルでね、しっかりとケアしてあげると、ますますあなたむくみも取れて、デトックスができて、代謝が上がって、ダイエットに成功しやすくなりますよということですね。でこのナタ豆って、よくね、ナタ豆が入ったの歯磨き粉とかも出ますよね。要は海、体の余計なものを排除してくれる効果が高いのがこのナタ豆になりますので、しっかりと溜め込んでしまった余計なものを出していきましょうね。そして飲み方なんですけれども、
なた豆茶をですね冷たく冷やして飲まないでください。内臓が冷えちゃう、すると代謝が落ちてますますむくんだりね太ってしまいますから、ぜひホットで飲んでください。そして、どんなにいいなた豆茶であっても1日 1,2 杯程度まで、マックスペットボトル1本分 500ml ぐらいに抑えてくださいね。そうしないとですねどんなことが起こるかというと、飲みすぎちゃうと吐き気とか下痢とかね吹き出物が増えちゃうっていうね、こういった副作用が出てしまいますから、ぜひ飲みすぎには注意してください。でまたね、ノンカフェインなので、特に妊婦さんとかお子様、ご高齢の方も飲んで構わないんですけれども、いずれにしても飲みすぎは注意っていうこと。そしてこれねすごくそんなに味に癖がないので飲みやすいんですが、私は時々ルイボスティーですね、有機栽培のルイボスティーと割って飲んだりとか、無調整豆乳を入れて飲んでミルクティーっぽくね飲んでも美味しかったので、ぜひ試しに飲んでみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のポイントは、体重がなかなか落ちない、増えたというのが実は脂肪ではなく水分代謝が悪くて増えてしまっているという方のお話になりましたね。でそのためにはあなたの腎臓や腸を元気にする必要がありますよというポイントをお伝えしました。食事法も大事ですが、簡単にできるものとしてはなた豆茶を1日 1,2 杯程度ホットで飲み続けていきましょうというお話を伝えております。ぜひ簡単できますから、楽しく美味しく続けてみてください。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもいただけますととっても励みになります。ありがとうございます。それでは次回の動画でお会いしましょう。